タームインニュー今回なんですけども、地震対策について話していきたいなと思います。約1年前イリブ東部地震ありましたよね。その前をたどっても東北の地震ありましたよね。って考えた時に、まあ、どこの地域でも絶対に起こりうることなんですよ。で、今から対策をしとくことに越したことはないと思うので、今回ね、その事前準備というところで僕がしていることをちょっと話していきたいなと思います。もう寝る前だったんだけど、まあ緊急でちょっと撮ることにしました。で、僕がやってることに関して言うなら、まあ、まずね、このラジオは絶対に必須だと僕は思います。情報がね、結構入ってくるんで、どういう状況か、っていうのが、その起こった時に瞬時に把握できるんで、やっぱ必要ですよね。で、あとはこういう予備バッテリー、これはまあ今の人たちって結構持ってる人多いと思うんですけども、こういうのやっぱ持ってるだけで、例えば懐中電灯の電池がない、こうだってなった時に携帯でとりあえず照らすことができるっていうところで、これは便利だと思います。まあ、あと話は変わるんだけど、ちょっとね、お伝えしたいこととしては、僕マンションの最上階に暮らしてるんですよ。で、まあ家族みんなで暮らしてる普通のごく普通の家庭なんですけど、まあ、これから見せるのは僕の部屋にある冷蔵庫で、メインの冷蔵庫ではないんですよ。サブの冷蔵庫みたいな感じで1台あるんですけど、その中身もね、ちょっと地震対策用に、今ね、ちょっと賞味期限の関係上で物の入れ替えでちょっとね、薄い部分はあるんですけど、それもちょっと見せながら話していきたいなと思います。てな感じで、ちょっと今ね、冷蔵庫の方の中身に切り替えたいなと思います。はい、というところで今冷蔵庫を紹介していきたいなと思うんですけども、まあ、まず水4本入れてます。飲み水、これ普通にどこでも売ってるようなお水が4本あります。で、これは普通に飲み水として、で、あとこっちに缶詰入ってますね。で、この缶詰が桃とかみかんとかパイナップルとかつくねとかサバとか、そういうの入れてます。で、これ買うときに僕は絶対賞味期限を見て1年以上やっぱあるものを買うようにしてます。それは当たり前かもしれないんですけど、まあ、そんな感じですね。で、あと食べ物系で言うなら、下にチョコレート2袋とこっちにもチョコレートが多少入っています。やっぱ甘いものも食べたくなるんですよ、地震の時。僕とあのイリブ東部地震の被災者で一応ありますから、一応あんまり俺に被害はなかったんですけども、あんまりね、で、こっちが、ペットボトル、普通に水を入れてます。っていうのも、僕はマンションの最上階に暮らしていまして、その時にこういう水とか結構重宝するんですよ。あのイリブ東部地震の時って電気止まってしまったじゃないですか。で、電気が止まってしまって、あの水がマンションだと上の方まで、あの電力で上げてるんですけど、その電気が止まっちゃうと水が止まっちゃうという状況で、あの水道水をこうやって確保しておいて、あのトイレの水とかにも使えたりするので。あとまたこれね、僕月1で、あの中身全部変えてます。で、それをそのまま捨てるのではなくて、洗濯機の水として使ってますはい、ってな感じで、今回ね、ちょっと事前準備について話してみようかなと思いました。やっぱりこうやって俺のチャンネルを見てくれてる人って、俺こんだけ悪口言ってるからいい人が多い気がするんですよ。なんでそういう人たちがね、命がなくなっていくっていうのはね、ちょっともしかしたらなくなっちゃうとか、いろいろあったら悲しいので、まあ、こういう動画を出してみることにしました。だから今回ね、多分再生数伸びないと思うんだけど、まあね、こうやってね、話することもすごい大切かなと思いました。まあね、もう、まあ、もし仮に影響力あって、こうやってね、なんかチャンネルが上がってって、もうみんなやってない人がいるなら、そういう地震対策やってない人がいるなら、まあ、やってもらえれば嬉しいかなって思います。と、あとおまけの話で一つだけね、ちょっと言いたいことがあるんですけど、これは北海道ではあまり関係ないかもしれないです。本州
その東京とかそっちのあったかい地域に暮らしてる人に向けて今回ちょっともうちょっと話しようかなと思うんですけど、うん、でなんであのそっち向けかというと、そこでシロアリが多分発生する地域なんですよ。でシロアリについて今日ちょっと話したいなと思うんですけど、まあ、まずそもそもシロアリって結構あったかい地域に年中無休でいるんですよ。でそいつらが床下のなんだろうな木材とかを食べちゃって地震の耐久度がなくなっていく、うん、でかといってあの予防や駆除の業者さん呼んでもなんかいろいろニュースとかで昔あったんですけど、あのこいつらがなんかシロアリ業者がシロアリを持ってってそこにいるっていう風に見せかけたりとかして、なんかねそれで呼ぶそういうので信頼ができない、呼びたくないっていう気持ちはあると思うんですよ。で、まあ、そういうのに騙されないための話もちょっとしていきたいなと思うんですけども、シロアリってそもそもあのちょっと古い家にいやすいんですよ。新しいところにあんまりいない、あんまりねいるのはいるんだけどあんまりいないんですよ、うん、でまあね、でも見てもらうことはすごい大切で、まあ、まず部屋あの床下の木材をある程度写真撮ってもらってくると思うんですよ、うん、無料でそれは撮ってくれる業者さんが多いと思うんですけど、でそれで、あここちょっと食われてますねとかっていうのがはっきりと分かるようであれば、あの薬とか入れてもらった方がいいと思います。あともう一つポイントとしては、あのトイレとか台所と、あと、うん、台所、トイレ、台所、お風呂場、水回り関係の場所の床下の、あの土の写真は撮ってもらった方がいいかもしれないです。っていうのも、あの水がいっぱいある場所にあのシロアリって来やすいんです。水と木がある場所なんで、そこはちゃんとね写真撮ってもらって水漏れがないかの確認、そういうことをしとくことによって、ね、また助かる命っていうのはあるかもしれないです。ってな感じでね、今回ねちょっとザーッと喋ってしまったし、ちょっとね動画の分数的にも長すぎるんだけど、うん、うん、まあたまにはこういうのもありだよね、まあうんっていう感じで、今回地震対策についてちょっと話してみました。まあね、真似したいなと思う部分があれば真似していただければなと思います。てな感じで終わりたいなと思います。ありがとうございました。だからベロバートン空の下歌う声は聞こえてる。